物を売りまくった転売ヤーの末路。俺は30歳独身の会社員。毎月の手取りが20万円ほど。毎月の給料が少なくて食っていくのにやっとだ。ぷはぁ。カイチェル、給料が少なすぎて何か副業を始めようと思ってるんだけど、何かいい副業ある？手軽に始めるなら転売とかいいんじゃない？例えば新品の PS5 を買ってそのまま買い取り屋に行けば1万円は儲けれるぜ。そうなのか。めちゃくちゃ簡単じゃん。早速やってみる。俺は早速どういう商品で利益が出るのか徹底的にリサーチした。その翌日からゲーム屋さんを何店舗も回り、ようやく狙っていたものを購入できた。そのまま買い取り屋に持っていき、利益が1万5000円ほど出た。味を占めた俺は平日の仕事終わりや土日に2000円でも利益が出るものを買っては売り、稼ぎまくった。よっしゃー、今月だけで利益は30万だ。本業と合わせて50万円もあるぞ。人生余裕だな。その後もひたすら転売を繰り返し、副業の年収だけで1000万円を超えた。自由に使える額も増え、ガールズバーやキャバクラなどに通えるようにもなった。ぷはー、カイチェルのおかげでいっぱい稼げたぞ。今日は好きなだけ飲んで食べてくれ。俺がおごるからさ。やるじゃないか、使いすぎずに貯金もしとけよ。ゴングさんでお間違いないでしょうか。私、税務署の者なんですが。はい、そうですが、何かご用ですか。ゴングさんのお金の動きを調査したんですが、この3年間利益が1000万以上あるのにもかかわらず申告してませんよね。早急に3年間の無申告の税を支払ってください。そんな。俺は一切確定申告をせず、稼いでは使いを3年間繰り返していた。稼いでいたにもかかわらず貯金はゼロ。3年間の無申告分の税が1500万円となった。挙句の果てには重加算税400万円の請求。すぐに返せない場合は逮捕される。お金を借りるために友人や家族に頭を下げたが、1500万円を借りることはできず、悪質な脱税と判断され逮捕されることになってしまった。もちろん勤めている会社はクビになり、一瞬にして地獄に落ちた。俺の人生終わった。こんなことになるなら初めから確定申告すればよかった。